どうもガイエルです違うか、吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、8月30日ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ2対3で負けちゃいました。悔しいですね。5位攻防戦連敗、うわーどうしたもんか。先発の小沢投手期待してたんですけどね、ちょっと点の取られ方が悪かったですよね。2点目が特に悪い。相手ピッチャーにね、2アウトからですよ、2塁打打たれて、そして1番に回ってタイムリー1点。もうこれは辛いな。守ってる方もちょっとリズム作りにくいなと思いました。これはね、次への課題ですね。次の登板ではちゃんと仕上げてきてもらいたいなと思います。そして打つ方ね、本当に点が取れない。途中から出た内山選手がタイムリー打ってくれましたけどね、本当ね、内山選手は絶対ね、ヤクルトスワローズのこれからの核となる選手だと思うんですよ。だからね、内山選手をもう途中から出すんじゃなく、もうスタメンで使っていただきたい。もう残り試合は全部内山選手に経験も積ませるっていう意味でも、いや経験って積ませる意味だけでもなく、普通に戦力としてもう内山選手が出てる方がいいんじゃないかなと僕自身思うので、絶対内山選手をスタメンで使っていただきたい。皆さんはどう思われますか。もうね、将来のことを考えても、そして明日の勝利のことを考えても、内山選手使ってもらいたいなと思っております。皆さんのご意見コメント欄にお願いします。まあね、ちょっとうまくいってない感じがしますね。まあ流れ変えてもらいましょう。明日ライアン小川投手に、ライアン本当ノーヒットノーランやってほしい。そのぐらいやらないと流れ変わらない。今のヤクルトスワローズよろしくお願いします。はい、本日は以上です。ゴーゴースワローズ。あとね、内山選手のタイムリーの時の竹岡選手のね、走塁、あれはね、ちょっとチームで反省していただきたいなと思います。